意しました。一方、日本時間今日未明、アメリカのバイデン大統領が主催した G7 や EU などの首脳電話会談が開かれました。岸田総理大臣は唯一の被爆国、日本の被爆地広島出身として、核による威嚇も使用もあってはならないと訴え、各首脳は強力な制裁措置の必要性やウクライナ支援を指摘しました。じゃあ行こうか。北京オリンピックのスノーボード、泣いてるな、パパ。